はい、今日はねローソンに仕事帰りに立ち寄りました。そしたらねドラゴンクエスト福引きどころスペシャル、あ、この A 賞のホットサンドメーカー欲しいな。もうキャンプの分ね新調しようと思ってたんですよ。はい、A 賞のホットサンドメーカー狙いでちょっとくじをしていきたいと思います。個性的でいいね。 B 賞のプレートになります。これもこれでかっこいい。 C 賞のマグカップ、うわー左上のあのやつそそられるな、街のやつで、 D 賞のコースターになります。で、これが E 賞だったかな、タオルで、ブックエンド、しおりですよね。で、マスクケースになります。で、ラスト1賞でメタルスライムのやかん、これはこれでいいな。はい、本日2月15日からスタートです。これ半額、ほらバレンタインの半額のチョコがあるでしょ。はい、じゃあ引いてみるとします。690円、1回、ちょっと高いですけど D 賞です。コースターかなってことで、おお、これがいい、キングスライムのコースターです。はい、次の日の朝もローソンに立ち寄っちゃいましたね。朝ねパンを買うついでと言っちゃなんですけど、これついついくじをしちゃいましたね。690円ちょっと高いですけどね、もうホットサンドメーカー一発で当てたいなと思って。はい、またしても D 賞のコースターになります。 D 賞しか当たらんな。仕事帰りにいつものコンビニ寄ってみたんですけど、あれあれ、あ、なくなっとる。はい、ドラクエのくじなんかに夢中になってるね、もう40代だから超痛いですけど、おお、ここにはあるよ。これ何が残っとるかわかるから、ちょっとねこれホットサンド狙っていけるんじゃないんですか。あ、はい、もうねコースターしか当たらないんですよね。まあね、さっきのローソンねもうあれぐらいしか残ってなかったから、ホットサンドあるうちに狙っていったらかなり確率高くなると思いますよね。ちょっと今日ねあれから1日置いて次の日に行ってみようと思って、ちょっと今から行ってみます。今までここにありましたよね。うわー、もう終了したんか。断捨離中なのに物が増えちゃいましたね。まあ、まだ狙えるローソンあるかもしれないんで行ってみてください。